い、というわけでこんばんは、としきです。リスペクトフォーファナティッククライシスインニコニコ生放送へようこそ。はい、というわけでですね、今週も始まりました。4月15日ですか。もう4月も折り返しを迎えたということですが、まだまだちょっと冬の感じがね、大阪も出てまして、今日も外はむちゃくちゃ寒い中やってきたわけですが、皆様風邪など控えてないでしょうか。大丈夫ですか。よし、さあでは早速ですね、今回も始めていきたいと思うんですが、あのですね、皆様前回の私のお話をどれほど覚えてらっしゃるかわかんないですけども、ちょっと元気の出る曲をやろうぜっていう風にね、前回お話をさせていただいたんですけどもですね、なんか見返してるとね、バラードばっかりやってる気がするんですよね最近で。来週はですね、ちょっとあのファナティック、そして石月さんの中であの元気になれる曲を、元気な曲をやりたいというわけで、ちょっと明るい目のこうアップテンポなナンバーをいっぱいやりたいなと思うので、何かこう皆さんの中で聴きたい曲とかがありましたら、まあコメントにわーっと入れていただいてもいいですし、あのツイッターとか知ってる方はなんかこっそりリップ投げてもらってもいいですし、あのいろいろ上げてくれると1週間で、ね、ちょっとやってきますんで、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと申し訳ないことに先週1週間がかなりバッタバタしてましてですね、あんまり言い訳はしたくないんですけども、ほとんど触れずに今日ここに来てしまいましてですね、なんかどうしようかなって感じで、あの今回はちょっと予定を大幅に変更してですね、ちょっと曲をなんとかできるやつでごまかさなきゃっていう状態になってしまいまして、まああのやれそうなやつは頑張ってやります。はい、はい、というわけで本当に申し訳ございません。まさかこんなことになると思わなくてですね、今日朝必死でできるかなと思ってやったんですけど、できない曲が大半でですね、なかなかちょっとね、アコースティックでとね、プレジャーガーデンとスクラッチ69はちょっとアコギじゃやっぱり難しいかなっていう、今の僕の技術ではちょっと難しいのと、ちょっとまあプレジャーガーデンはなんとなくはできるんですけどね、やっぱりちょっとこう中途半端なものはさすがにお見せできないなということになりまして、すいません。なのでちょっと若干予定を変更しつつ、前回の皆様の拾ったこうリクエストをね、なんとかこう半分ぐらいは消化できたらいいかなと思っております。あ、今日も10時50分ぐらいまでですかね、最後まで1時間よろしくお付き合いくださいませ。では今日はもう序盤からノンストップでいきたいと思います。企画倒れにはなんとかならずに済みそうなので、元気になる、皆様が元気になるというね、ちょっとマイナー調の激しめの曲たちをね、今日はいっぱい用意してきましたので、そちらをご披露したいなと思います。もう一回ちょっと拡散だけしときますね。よいしょ。というわけで、ではまずはこの曲はどこまで再現できるのかわからないんですけど、インディーズ時代の名曲マーブルをアコースティックでやってみたいと思います。難しかったです、正直手がぐっちゃぐちゃになりそうなんですけどね。ではいきたいと思います。もっとあれ忘れたわ、リバーブだけちょっと入れ、じゃあ行きまーす。ただもし僕が君で君が君じゃなく、聞きたくなくこいつを飲んで愛し合いました。くっつけば我が髪の尾根が笑ってた。Oh, you, you, you cry. あなたの人生が見える。
安心不信かにでまうこいつも飲み込んで髪を振り乱し見透かしてごらんを笑ってよお前はどこを Tell me now 俺ぐらいの知らないうちにみんなを流された黒目がないビニールドームとは試合をしたくじけつけば僕は僕で女の海の中安心不信不可にでまうこいつも飲み込んで髪を振り乱し見透かしてごらんを笑ってよもう遠くて踊ってよもうあとキュイトに誰もが夢の中そんな自分にうなされながら狂ったふりしてる正義も悪もないそんなカプセルの中でほら憎めよ定めを誰もが夢の中そんな自分にうなされながら狂ったふりしてる街や刺激は変えない本当刺激は変えないから七色の粒で頭シャク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 またスピードをください Freeze animal
ない叫びなしょと描かれるまで飛んでいった。はい、というわけでマーブルエゴイズムでした。よいしょ。よいしょ。もう一曲ね。これもちょっとリクエストもらってて、ちょっとまだ探り探りでリズムが怪しいところがあるんですけど、ちょっとやってみます。今後今日の皆さんの聴いていただいた感じ次第では、今後もこの曲はもしかしたらまたね、レパートリーに入ってくるかもしれないので、それでは初挑戦です。聴いてください。アルバム1も入ってるか、あとあれですね、スーパーソウルのカップリングのサーカス、いきます。伝わらないと思うけど、汗がびっちゃびちゃです。もう首周りがやばいっす、はあ、じゃあそんな汗に拍車を。あーあれですね、こんばんはの方がたくさんいらっしゃいますね。どうもこんばんは、としきです。今週もようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
今日はちょっと激しい曲のオンパレードでですね、皆様見てる方も大変かもしれませんけども、はい、よいしょ。さあもう一曲リクエストどんどん紹介していきますよ。バスクリン師匠のサーカスへようこそ。さすがにね、そこまでまだ振り切れないですね。なんか自分でバスクリン師匠を言うのもね、結構恥ずかしいんですよ。じゃあ、サーカスに続いてはメジャーデビュー曲のスーパーソウルをやりたいと思います。イントロが肝ですね、これは。もう一回やらして。むずい。時を超えて失ったわ。何かを探すように世界のどこか遠く、きっと巡り合えた。そう激しく儚い声、君に届け。今でもこの想い抱いたまま、切ない記憶を記憶を
き出す Wow Wow Fusion is a Supersoul Wow Wow Fusion is a スーパーソウルでした。ありがとうございます。いや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 、本当にね、メガネがね、こうどん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 こう下に下に下にあーっていっちゃいそうになりましてですね。いや、この熱気が皆様に伝われば私は今日は満足です。本当によいしょ。いやーね、自分で言い出した手前、とりあえず頑張ろうと思ってやってみたんですけど、こんなに大変とは思わなかったですね。暑い。いやー、でも楽しいです。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。でね、もう一曲、前回ね、マリア・クライストリクエストいただいてたんですけどね、みんなメガネを、あんまりメガネに、無茶ぶりすまそう。あ、全然全然、全然無茶ぶりじゃないですよ。できない僕が悪いんで。マリア・クライストはね、やれるっちゃやれるんですけどね、かなりリズムがタイトで、このね、歌の熱量伝わるよ。ありがとうございます。よかったです。嬉しいです。はい、嬉しいです。これからも皆様にビンビン、トゥトゥタッタッカッ。ごめんなさいね、本当に。よいしょ。これはちょっと完成形じゃない状態のやつをちょっとやるんで、ああはいはいこんな感じねっていうのが分かってくれれば OK です。なんか勢いでいけそうやったら最後までいきます。ただもう手元がぐっちゃぐちゃになるので、多分途中でごめんねってなると思うので、ちょっとやってみますね。それは多分交渉心配なのは母親とあのくちゃりフィンス闇で終わった。俺のヒステリアギターアンプに宿る忌まわしい過去たち、あいつも今頃自分の姿を見て歌ってよマリア、まるで悲しい世界を抱きしめるように、僕は何を求めて、マリア僕は罪深く、マリア僕は欲深く、笑って泣いて出口は残し街で熱くなれることもなく、情熱って何色だっけ、イライスできない、イライスできない、許してよ。それはマットポーション、完璧な遺伝子は闇を容疑や、目覚めは近く、目の前の蛍とぶち壊して、それは多分交渉心配なのは母親とあのくちゃりビン闇で頬張って、忘れたいすべて、優しさとあなたのことを繋がれて、今も動けない。
切れたことなんてない。感情を手何色だけイレスできない、イレスできない、許してよ。イレスできない、イレスできない、イレスできないよ。イレスできない、イレスできないよ。 Come on sit around。 イレスできない、イレスできない、イレスできないよ。 Come on sit around。 It's like the last hour。 苦しめたくない、イレスできないよ。はい、というわけでマリアクライストでした。なんか結構これはもう入ってくるとガッていっちゃう曲なんですよね。カラオケで歌うと結構気持ちいいですよ。最後何言ってるかわからないで適当に言ってますけどね。ありがとうございます。なんかパチパチがいっぱい来て、なんかね、このアコギの感じでどれだけね、あの曲の雰囲気が出てるのかはね、正直わからないんですけど、歌でどこまで、歌とギターだけでね、どこまでできてるのかっていうのはね、あれなんですけどね。まあ個人的には今、今日一うまくいったと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでそっから体温か、体温を超えてか。体温を超えて、体温を超えて、こっちか、こっちちゃうわ。あれは人たちはいけるかな。Thank you。
ちは太陽を越えて愛すべきまで会え君と来たるべき明日にきっと同じ時代に出会えるように僕たちは体温を超えて僕たちの体温が揺れて僕たちは体温を超えて僕たちの体温が揺れてただただ酔いながら はい、太陽を超えてでした。サウナだよ、サウナ。暑い。お疲れ様で、ありがとうございます。超えてったね。シックスオーシックス、そうですね、ポップですね。あー、もうなんだかんだであと15分で終わりですよ。早いですね。もうびっくりですわ。なんかありがとう。あ、いえいえいえ、こちらこそありがとうございます。なんか即興やったんでちょっとコードは曖昧だったんであれなんですけど、じゃあここからはですね、ちょっとありがたいことに今回もリクエストをいただいた曲がいくつかありましてですね、そちらを2曲続けてお送りしてもうライフで終わりですね。早いな。最初から来れなかったことが悔やまれる。あ、序盤はね、マーブル、エゴイズム、サーカス、スーパーソウルっていう順番でした。じゃあちょっとここで休憩曲とおられるけど、ちょっとバラードでね、しっとり汗を穏やかにしたいと思います。石月勉さんソロ曲でレーゾンデートルの花束をですね、リクエストいただいてましたのでカバーさせていただきます。ではいきます。どうしようかな。イントロちょっとね、イントロの再現度をね高めたいんですよね。むずいな。
て本当にありがとう、ありがとう、見つけてくれて本当にありがとう、ありがとう、あの日フォローしてくれてたよね、ありがとう、言葉で伝えておけばよかった、壊れて作って、壊れて育てて、それでも大事に何度でもやり直すから、ありがとう、その笑顔、ありがとう、泣き顔、ありがとう、また会おう、そしてもう一度ありがとう、この命の炎が消えて鐘になって砂になっても、約束だよ、というわけでレーゾンデートルの花束でした。もう一曲続けていきます。 I for your space and sweet one smile again I for you I wish for shining on the way you goが今日も二人を合わせてくれないね。風に揺られてなびく髪、いつもいい匂いがしてた。最近まともすぎるくらいに働いているのさ。昔の自分がまるで嘘みたく思えちゃうほど、毎朝君がいない部屋は緑
は君の世界を愛したるきらめく空へその手を貸していつも壊れないように抱きしめるよ時のせいなんかにはもうしたくないからこっちを向いて笑ってほしい何度でも求めてほしい例えば僕の一生の中でどれくらい君を探せるだろう君は今どこにいるんだろう I'm at the sadness 君が望む場所へ連れてって今すぐ君を連れ去らってたとえこの地球が壊れても星に願いを君を連れて僕したことのない明日みたいのさちっぽけな存在でもね例えば無限の宇宙の果てに僕らはまるで塵のようでもねあることに意味はなくても I'm like the stars I play guitar 我定めを超えてきらめく空へその手を貸して壊れないように抱きしめるよ星に願いを君を連れて遠く知らない世界へと I for your space and sweet one Fly again I for you いつもいつでも君のそばで早いものでラストの曲です。なんか今日息つく間がなかったせいかすごく早かったです。なんか1時間やった気がしないんですけど僕だけでしょうか。皆様もそうだったら嬉しいですけど、プレジャーガーデンはねちょっとアホギじゃ再現ができなくて、あのイントロとかがねなかなか難しくてですね、ちょっとこれはお蔵入りかなって感じなんですよね。どっか置いてたよな歌詞。うるしの君にプレジャーガーデン、僕も花となる。君の体にプレジャーガーデン、君とこのままは。こんな感じなんですよプレジャーガーデン。
なんかね、ちょっとまだまだかなっていう感じだったので、じゃあ、明日から1週間また頑張ろうぜってことで、ラストはみんなさんでライブ歌いましょうか。ちょっと待って、ビビったビビった。弦が寿命かもしんない。僕らはいくつもの未来を、流れる空風に揺れて見ないふりをした。昨日あなたの横顔がずっと今も忘れられない。そのままに、例えば人生にもし勝ち負けがあり、優劣があるなら、君と肩を並べて見ない唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢があってたも、残るものはあるさ。たまには難しいことは忘ればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに、嫌な自分を見つけてしまう。そんなものかもね。全てを知ることはできなくても、全て捨てることはないさ。君のままに If life is over。 スタジオから出なさいコールが。もうちょっとだけ待って。もし勝ち負けがあり、優劣があるなら、君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢があってても、花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね。それぞれの道を選び、僕らは強く時に壊れそうで、君を見ている。いつか別れが来て、それになっても忘れはしないだろう。君のすべて、君の声、君の話し方、全部君をあるがままに、君であればいいぜ。それぞれの はい、ありがとうございました。今週はここまでとなります。ちょっと時間が来てしまったんで、ちょっとお知らせ等々もあったんですけど、またブログとかツイッターとかに書くんで、メガネはここにちゃんとあります。というわけで、今日も今週もありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。また来週、さよなら。バイバーイ。